戦の真実を見抜く。諸葛亮は亡き劉備の志を果たすため北伐を敢行。だが芝居の迎撃に遭い、戦の真実を見抜く。諸葛亮は亡き劉備の志を果たすため北伐を敢行。だが芝居の迎撃に遭い、攻めきれぬまま五条原に没する。後を託された脅威も当面は国内の安定に努めるほかなかった。一方蜀と連携し魏に攻勢をかけた呉も似た状況にある。度重なる戦に兵も民も疲れ果て、国力回復には時間を要した。五色の魏侵攻が失敗に終わった今、魏に攻め寄せる敵はない。だが魏はこの機に片付けておかねばならない敵を抱えていた。ったく、いきなり全部兄上に任せるだなんて。もしかして父上、ここまで来て全部めんどくさくなったとか。大元気、魏の重臣大宿の娘で、政治軍事の知識に精通した才媛である。それゆえ芝居からは芝将のお目付け役を任せられていた。時は三国鼎立の時代、両党の公孫衍が魏に対して反乱を起こす。討伐を命じられた芝居はこの芝氏を指揮官に任命した。だがその弟である芝将はただぼやくばかり。大元気の出番が早速訪れた。はあ、なんだよ元気。出会い頭にため息なんて。疲れてるのか。師匠殿、
あなたは分かっていて見当違いな軽口を言う。いちいち指摘するのも面倒になったの。ああ、悪かったよ、元気。けどよ、みんな頑張って働きすぎなんだよな。先帝も父上も兄上も、職も高尊厳も、自ら進んで戦を起こす必要はないだろうに。確かにな。どこもお前のようにのんきな大将をいただいていたなら、こんな乱世に陥ってはいないだろう。お、カジュ、お前最近どこ行ってたんだ。洛陽じゃ見かけなかったが。少しだが、それもあらかた終わった。高尊厳の討伐には俺も出よう。それより気をつけろ、四女。五条原の前は芝居殿の起点でやり過ごしたが、芝居一族を厭う声は確実に存在し続けている。同時に総一族より俺たちを当てにする声もな。このまま国が真っ二つなんてことになったら面倒極まりないぜ。そうならないために資源殿を支えないと。資源殿もきっと四条殿を頼みにしていると思う。そうか。兄上なら何でもそつなくこなすし、俺の助けなんかいらないだろう。またそんなことを。あなたが怠けていないかちゃんと見ているから。俺もできる限り手を貸してやる。お前は感謝するだけでいい。二人ともありがとな。高尊厳はこちらの降伏勧告を断ったようね。自ら袋小路に飛び込むなんて愚かな人。ですがこれで奴を生かす理由はなくなりました。恩情を与えても後々の懸念材料になるのなら、ここで根を絶った方が義にとって良いでしょう。まあそれがあなたのやり方なの。旦那様よりはっきりしているのね。一体誰に似たのかしら。兄上、高尊厳が出した救援要請を呉が飲んだらしい。呉軍は兵を二手に分けて進軍中。こちらの背後を狙うつもりなんですかね。厄介なことになってきました。案ずるな、将。確かに呉は厄介だが、相互に密な連携が取れているわけでもないだろう。相手の出方次第では逆に利用できるかもしれん。冷静に対処すればいい。さすが兄上。兄上の記念すべき第一歩を勝利で飾るべく俺も頑張りますよ。シオ、お前の手腕とくと見せてもらう。くれぐれも無様な姿を晒すなよ。城平城にあり、速やかに高尊厳を打ち乱を鎮めるのだ。邪魔なのね。Hit!
使って上陸したのか。敵を通すな。ここは死守する。それがしが相手になろう。耐えられる。お仕置きよ。本気出しても今から突撃するから。
お仕置きよ。この地の守りを崩されるとは、ディクソン殿、任を果たせず申し訳ない。敵将撃ち取った。上流つけてくれますな。元気、お前強いよな。まったく激しい抵抗だったぜ。こんな戦いするもんじゃないな。その腕を見込んでお。さすが。お仕置きよ。
敵の足場を崩し、戦意を損。者ども、城を出ずに戦え。持久戦に持ち込み、敵の疲弊を待つのだ。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。敵陣を知事に切り裂いてくれる。お仕置きよ。なんという強さ。ここは引く。敵将討ち取った。元気だの？なんて素晴らしいの？息子よりあなたみたいな娘が欲しかった。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。これで最後にしたいものだ。
高尊園の一族は皆処刑せよ。洛陽にいる高尊園の兄も逃すな。兄上、何もそこまでしなくても。洛陽の高尊公は高尊園が乱を起こすと見越して征伐軍を起こすよう前々から進言してたわけですし。いや、勝利、今はその気がなくとも血が残れば一族が罰せられた恨みも必ず残る。反乱の温床はこの木に潰しておくべきだ。そんなもんですかね。シーヨン、随分と苛烈だな。采配をお前に任せると言った以上口出しはせん。だが理にかなっていたとしても、あまりに非情な処遇は新たな火種を生むぞ。兄上、父上だってそう言うんです。少し考え直しては。確かに父上のおっしゃる通りですが、その火種すらも根絶する姿勢を見せれば最終的に反発は起こらなくなるでしょう。この乱世を終わらせるには時に過激さも必要。父上がお仕えした先帝宗妃殿もそのように進められていたのでは。旦那様、一度は資源に任せるとおっしゃったのに結局口を出されて。資源は資源で頑固なのだから、どうして我が家の男たちはこう。まあまあ母上、その辺で。同じというか、よかろう。お前のやり方最後まで貫いてみせよ。父上、兄上、ご加盟は果たしたことですし、そろそろ洛陽に帰りましょうよ。芝居殿、高尊園の討伐ご苦労だったな。しかし貴殿が討伐に赴いている間に陛下の病は熱くなり、先日ついに崩御なされた。なんと痛ましいことだ。宗英殿は宗妃殿の聡明さを継がれていた。義にとっての損失は計り知れない。皇太子の宗法殿はまだお若い。かねてより宗英殿から打診されていた通り、宗法殿の補佐には私と貴殿がつくと。そこで貴殿に相談があるのだ。職は長年漢中に軍を駐屯させていたが、最近になって兵の一部を後方へ動かし始めた。今こそ長年の敵である蜀を攻め滅ぼす好機ではないか。ふん、それは愚策と言わざるを得ませんな。なんだと。蜀が漢中から兵を下げたのはより兵端を維持しやすい場へ移動しただけのこと。今攻めればこちらに損害が出ましょう。なんと言われようと、こたびの蜀討伐には貴殿以外の賛同が得られている。この決定には従ってもらうぞ。父上、本当に蜀に戦を仕掛けるんですか。この前反乱が起きたばかりで東の方がまだ不安定だっていうのに。義弟宗法殿の後見である宗宗殿の決定だ。我らが留守の間に手回ししていたらしい。大将軍宗宗殿か。今蜀に攻め込んだところで何か得られるとは思いませんが。いや、曹操殿の狙いはおそらく実績だ。
同じく陛下の後見人である父上と違って自身にほとんど軍功がないことを気にしたのだろう。実績って別に戦にこだわらなくても、乱世が終わればそもそも軍功なんて生まれなくなるんですし。あのボングにそこまでの展望はなかろう。奴が戦にこだわるのはひとえに私から軍権を奪いたいがためよ。きっと曹操殿の養子であったカーン殿やその取り巻きにそそのかされたのね。以前はもっと素直な方だったもの。しかし父上、このまま攻めれば蜀と対するのは高青山になります。彼の地は傭兵が難しい。戦に不慣れな曹操殿の指揮では勝機は薄いかと。こたびの出陣は取りやめるべきでは。兄上の懸念はもっともです。俺もそんな山に行くより洛陽でのんびりしたいですよ。私とてこんな馬鹿らしい戦には参加したくない。だが曹操殿の命を無下にするわけにもいかん。お前たちも高青山へ向かうように。しばし殿、高尊園討伐における活躍は聞き及んでおる。その説は大義であったな。それで義の大将軍たるこの私に一体何の用かな。恐れながらこたびの我が軍の布陣について申し上げたき懸念がございます。懸念だと？現在我が軍の兵力は前線に集中しています。これでは後方に敵の奇襲を受けた場合、前線部隊が孤立してしまう恐れがあるかと。漢中周辺は隘路が多く奇襲を受けやすい地。ここは一度兵力の配分を再考し、奇襲に備えて後方の防備を厚くするべきでは。ふん、芝一族は皆こぞって小賢しい理屈を並べおるわ。奇襲など受ける前に蜀を倒せばいい話よ。いや、それはさすがに無茶ですよ。あまり敵を甘く見ない方が。よいか、これは宗家たる宗一族の戦、圧倒的な兵力で敵を押し潰す堂々とした戦でなければならんのだ。私は自ら前線の部隊を率いて一気に漢中を落としてくれよう。貴様らはそこで指をくわえて見ておれ。つまり特に策はなく、まっすぐ兵を行軍させると。そんな方法で蜀が倒せるなら過去の英雄たちがとっくにやってるって。まったくだが、呆れて物も言えぬ。だが我らまで無責任になるわけにはいくまい。行くぞ。勝てぬ戦であったとしても、せめて被害を最小限に食い止めなければ。私にかかれば蜀など敵ではない。手始めに漢中を落としてやろう。制圧する。敵本陣を脅かせるはず。
勢いに乗ってやっちまえ。この拠点はいただきだ。まさかここに食軍が。お仕置きよ。が止まりそうとはまさにこれよ。カカイ、せき込んでないか。俺がしたんだ。安心してくれよ。覚悟することね。耐えられる作戦を失敗した。あの拠点は抑えられない。撃ち取った。元気、お前すごいよな。よし、ここで防御体制を取るのだ。耐えられる。邪魔なのね。お仕置きよ。素晴らしく輝いていらっしゃる。今だ！義軍を攻撃してやれ！
挟み撃ちだと。いいか、誰か助けよう、早く。耐えられる。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。お仕置きよ。あと少しで曹操を討ち取れたはず。これほど悔しいことはない。敵将を討ち取った。元気、お前強いよな。うまくおびき出せたと。今一歩届かなかったか。今のはなかなか危なかった。だが我が力で切り抜けられたぞ。お仕置きよ。そう、やるな。上はたどり着かせるぞ。ここは我が命に変えても守り抜く。覚悟することね。不利な局面だが、知略で跳ね返せ。不利な局面だが、知略で跳ね返せ。耐えられる。元気、お前すごいよな。お仕置きよ。手強いな。私の知略で何とかいたさねば。ここを放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。これ以上の戦いは無理か。艦中に敵が達するのは避けたかったが。上出来。おお、やるな。耐えられる。覚悟することね。ああ、素晴らしく輝いていらっしゃる。
の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め我らのものとするぞ。えっ、私がいる限りここは通しません。諸君の底力お見せしましょう。狙いは定まった。敵の足場を崩し全員を損。覚悟することね。なんという武勇。敵将討ち取った。私では到底及ばぬお働きです。耐えられる。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。あなたこそ真の極武装です。我が防衛線を突破されるとは。無念。上手に耐えられる。さすが堂々たる戦ぶり。放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。何？義軍がここまで。急ぎ敵に備えよ。あえなくやられてしまったか。これ以上援軍を送るのは無理だな。上出来ね。元気、お前強いよな。ここまで。
落ち着いて敵に当たれ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。様が敗れ撤退されました。これ以上の援軍は期待できません。ヒーローだ、まずいな。このままでは追い詰められちまう。耐えられる。援軍め、調子に乗るなよ。この艦中は絶対に渡さんぞ。軍神の娘として当たって砕けます。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。邪魔なのよ。お仕置きよ。それがいながら敵に艦中を。なんて情けねえ。艦中は取った。このまま進むぞ。ヘイどもに疲れが見えるが気にすまい。敵将撃ち取った。おお、結構やるな。なんとか艦中まで進軍できたか。兵たちが弱音を吐こうと休ませるな。体勢を整え次第生徒を落としにかかるぞ。大将軍、少しお伝えしたいことが。この先の要害はすでに職軍が固めています。攻め取るのは難しいかと。加えて背後の兵隊が長く伸びきっています。このまま進んで奇襲を呼び込めば長安との補給を断たれ全軍が孤立することに。えい、黙れ。大将軍に意見するか。私に退却を進め先行を得させぬ魂胆であろう。いいえ、そのようなことは。曹操殿、私も芝将殿に賛同いたします。兵や牛馬の消耗が激しく、これ以上の戦は得策ではありません。下高原までそのように申すか。私はお前たちの気概を試したのだ。我が軍はふぬけの集まりのようよの。これでは先に進んだとて無駄であろう。全軍に撤退を命ず、速やかに洛陽へ帰還せよ。口添え、ありがとうございます、加工源殿。助かりました。
芝生殿、苦労をかけて申し訳ない。曹操殿は一族に栄誉を取り戻さねばと焦っておいでだったのだ。わかっていますよ。ですが今回の敗退はかえって曹操殿の真を失墜させる結果になりましたね。それも致し方ない。こたびの戦も芝氏殿や芝将殿、そして一部の有能な将らの活躍がなければ危なかった。曹丕殿や曹栄殿が築いてきた義が今の曹一族によって脅かされている。呉や蜀につけ込まれる前に何とかせねば。曹家に近い臣には花崗源殿や花崗派のような国のために才を尽くす人がいる。曹操殿らがこれ以上軽はずみなことをされなければ大丈夫ですよ。俺たちも楽陽に戻りましょう。ここは私たちのものね。
父上、お話があります。大将軍は恒星山で敗退してから宴ばかり、少々の機嫌取りに不審しているようですが、そのために先帝の代に貯めた財が費やされ、五色に対する防衛さえ維持が困難な有様、このまま大将軍に国政を任せるのは危険です。危険って、兄上まさか。曹操を除き我らが実権を握るということか。その手は諸刃の剣と知ってのことだろうな。曹操が国を内側から害するものであるのは事実だ。しかし国内には曹操殿や曹丕殿への恩義から、曹一族に対し忠を尽くす臣も多い。曹操を廃すならば、その者らの反感は免れ、最悪国内を二分することになろう。相応の覚悟を持ってやらねばならぬぞ。兄上。元より覚悟の上です。先日の恒星山の結果に誘発され、諸君が動き出しています。おそらく近日中に戦端が開かれるでしょう。その前に国を弱らせる病を速やかに除かねばなりません。旦那様、大将軍は狩りにお出かけになっているとか。ことを起こすのなら今よろしゅうございますね。うん、曹操らが洛陽を留守にしている今が好機。迅速に取り掛かるぞ。宮城へ向かえ。しばし殿らが兵を率いて城に向かったと。カクワイ殿、ショカスタン殿、これはまさか。おお、いよいよしばし殿が立たれたのか。まさに皆が待ちわびていた瞬間よ。曹操殿は恒星山から戻ってからというもの、宴会を開いては放蕩三昧、民の税をあのように使うなど感化できぬ。諸が義へ攻め込む気配を見せているというのに、大将軍は軍備のための費用を遊興に充てられた。このような状態で諸に攻められたらと、毎日毎日心配で今にも寿命が縮みそうだ。みな、しばし殿が呼んでいる。要件は言うまでもなかろう。承知した。すぐに向かおう。私の命燃え尽きるとも、この国を真に守るために。自分はしばし殿に見出された身、そのご恩を返すためにも
任を遂行する。おのおの賢明な判断だ。すぐに宮城へ向かうぞ。大将軍が狩りから戻る前に全てを終わらせる。皆よく集まってくれた。大将軍曹操は今洛陽を留守にし狩りに興じている。この機に乗じて奴の持つ権力を全て奪い取る。兄上、確かに曹操は国政を担う器ではありませんが、どうにか穏便に済ませられないんですかね。将、腹をくくれ。生半可な大所では国の根幹にたまった海を取り去ることはできぬ。これは乱世を終わらせるために必要なこと。我らの天命なの。わかりました。よし、曹操が戻ってくる前に洛陽を制圧する。速やかに洛陽を制圧せよ。その後壁外の曹操を討つのだ。守備配置につけ、しばらく戦闘に備えるのだ。耐えられる。宮城に立ち入ることは許さぬ。耐えられる。引かねば切り捨ててくれようぞ。邪魔なのね。お仕置きよ。耐えられる。ここは引くしかない。芝一族め、覚えておるよ。敵将討ち取った。元気、お前強いよな。覚悟することね。
よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。お仕置きよ。元気だな。なんて素晴らしいの。息子よりあなたみたいな娘が欲しかった。俺客族どもめ、よもや貴様らなどに敗れようとは。球場はこのしばしが制圧した。無駄な抵抗はやめよ。元気、お前強いよな。カーン様、テイヒツ様が敗走しました。ラディオ級手に落ちた模様です。私の城が、おい、これ以上。曹操様のため洛陽を取り戻すのだ。さあ行くぞ。ここで防御体制を取るのだ。この門は曹操様がお通りになるもの。反逆者には渡さん。お仕置きよ。耐えられる。これ以上は持たぬか。曹操様、申し訳ありません。元気だの。なんて素晴らしいの。息子よりあなたみたいな娘が欲しかった。
金大木殿が敗走しました。一部の門および詰め所が封鎖された模様です。回り込まねば楽陽に入れぬではないか。余計な手間をかけさせよって。曹操様ご安心を。すぐさま芝居らを討ち取ってまいります。守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。武器庫を狙ってきたか。ここは誰にも渡さんぞ。耐えられる。いいかけよ。狼藉者を追い返してやれ。やられたか。お仕置きよ。このままでは俺たちの武器が。敵将打ち取った。上出来ね。元気だな。なんて素晴らしい。娘が欲しかった。元気。お前強いよな。デヌ王様が敗走しました。武器庫が芝居に制圧された模様です。何、すでに矢が足りぬというに。武器庫を奪われては補修もできぬわ。これ以上芝居の隙にはさせませぬ。私が出向き必ずや仕留めてみせましょう。帝の暗殺を企む人の情報をつかみました。名は趙。捕縛すれば曹操の罪を告。
そこも事の真実を皆に知らしめられた。これも予想以上の大取り物のおかげかも。敵将討ち取った。上出来ね。元気だな。なんて素晴らしいの。息子よりあなたみたいな娘が欲しかった。元気、お前強いよな。よし、ここで防御体制を取るのだ。曹操様と長藤様の噂聞いたか。何でも帝を亡き者にしようとしてたって。なんか雲行きが怪しくなってきたな。芝切り味方した方が良さそうだ。芝姫、私のおらぬ間に。これは葬儀に対する反逆、許してはならぬ。お仕置きよ。芝一族め、我らに取って代わるつもりだったとは。我らが立った真意がまだわからぬか。ボング曹操、貴様を巨匠へ連行する。敵将討ち取った。ほう、やるな。
のようなことが許されると思っているのか。葬儀の神でありながら私に弓を引くとは。葬儀の神だからこそこの葬儀は偉大なる曹操殿が礎を築き、聡明なる曹丕殿が盤石としてきた。私も三代、いや四代か、長きにわたり仕え、その隆盛に力を尽くしてきた。それを貴様のようなバカが乱し、食い潰すことは断じて許さん。死んで亡き曹操殿、曹丕殿にお会いし、己の愚かさを詫びてくるがいい。己、この三奪者どもめ。三奪か、もはやそれ以外に手はないのやもな。曹操様やカーン様が国政を乱したトガで芝居様に処刑されました。なんだって。曹操殿は確かに死体続きだったけど、いきなり処刑だなんて話が急すぎる。いや、それで洛陽に大きな混乱がないってことは、少々はみんな曹一族を見限ったってことなのか。二の覇権はいよいよ芝居一族のものに。それだけではありません。曹操様に組みし謀反を企んだとして、花崗源様にまで処罰が及んでおり。花崗源殿が、あの人に非はなかったはずだ。この機に曹家と近い者を一掃する気なのか。いくら何でも話が大きすぎ。いやいや、過激なしばし殿ならそれもあり得る。これはいよいよやばいな。殿、今後は花崗源殿に代わり私が諸政党の指揮を取ることになりました。ああ聞いてるよ。花崗源殿のことは残念です。どうか花崗派殿は私と共に先行を立て、しばし殿たちの信を得られますよう。いや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 、そう簡単じゃないって。曹操殿の咎で花崗源殿まで類が及んだんだ。そのうち俺の番だって。あと何人くらいだ。1人、2人、3人。まいったな。まさか戦場の外で命の心配することになるなんて。おや、いとこが職の長妃と嫁になったって言ってたっけ。いやいやいや、それ頼るってのもなんだかな。大体職は父さんの敵だってのに。とはいえ他に当てもないしな。考えててもしょうがない。ダメでもともと職に行ってみるか。
加工派が職に亡命したぞ。しばし殿は曹操のいとこ加工源を処分した。家柄を見て不穏分子と判断したようだ。それを見た加工派は次は自分の番だと思ったんだろう。兄上はやりすぎたのか。そうね、悲しいけれど。くっ、甘いな。しばし殿は当然の対応をしているぞ。曹操の件で一部の者は芝一族を三奪者と見る。ことを起こそうとする者も現れるかもしれない。目は出る前に潰しておくべきだ。それじゃ権力で押さえつけてた曹操と同じだろう。いや違う。しばし殿は曹操など問題にならぬほど有能だ。葬儀の命運は彼に握られていると言ってもいい。だからこそ資源殿のことを快く思っていない者は少なからずいる。だがそれは現時点でのこと。しばし殿の進化に周囲が気づくのはこれからだ。ためらうな。お前も必死にしばし殿を支えろ。そうでなくては大切な兄を守れはしないぞ。それを言われるときついな。俺ももう少ししっかりしないとダメってことか。分かったなら行動で示して。これからのことを資源殿と相談しなくては。曹操を討ったことで芝一族が朝廷の権力を掌握しましたね。快く思わぬ者も当然出てくるでしょう。己の被災を恥じぬ人間のなんと多いことか。私の才能に嫉妬する輩たちと同じ類のものです。紹介殿、控えられよ。お前すぐ自分の話に持っていくのな。まずはそういった輩を黙らせる。その上で双方を廃し双方殿を擁立すればいい。シーヨ、今の段階ではお前はまだ曹操から地位を奪い成り変わったに過ぎぬ。その上で新たな帝を擁立したいだと。状況だけを見るとトウタクと何も変わらんな。お前の理想である曹坊殿の擁立、皆が理解し納得できる形にできるのか。無論です。その思いがなければ曹操を切りません。ならばもう何も言うまい。シーヨ、やるからには貫き通せ。はっ。
場が悪いらしい。兄上は双方殿を廃し、双方殿を擁立した。そんな兄上のことを董卓と重ねている者もいます。俺としては全力で否定したいですが、どうしたらいいと思います？ふん、将、私に嫌味の一つも言うようになったか。双方の下では私のやり方は貫けぬ。ゆえに新たな帝を立てたまでだ。言いたい奴には言わせておけということですか？申し上げます。呉の尊権が死亡した模様。将、
これは呉を切り崩す好機だぞ。すぐに呉へ進行する準備をせよ。私も急に帝にお伺いを立てる。わかりました。この呉討伐で兄上の本当の意味での評価が決まる。俺のできることは一体。状況を報告してくれ。はっ。呉軍は皆盛況で、我が軍は苦戦を強いられております。孫権が死に弱っていると思っていたが、かえって呉の将兵は奮起しているか。しばし様、申し上げます。戦線は完全に崩されたか。しばし殿、申し訳ございません。将兵一同奮戦するも力及ばず。ま、仕方ないさ。今回は向こうの先方の動きがすごすぎた。仕方ないですと。我々は兵や民の負担の上で戦をしているのです。それをあなたはそのように。将の言う通りだ。諸葛丹よ、勝敗は戦の常。敗北を認めることが戦のうちだ。孫権を失えばもろかろうと踏んだが、将兵の気骨と奮陣、さすが孫吾と言うべきか。何故みんなを引かせますか。無駄に死なせたらそれこそ兵や民に悪いですし。席は全て私が負う。私の名で各軍に撤退を。これから号令しますよ。敗戦の席ってのがあるなら、兄上と俺二人で追いましょう。我が天命、いまだその時ではないか。我が軍は呉により分断された。合肥新城までの道、全力で切り開くぞ。
多くの味方がチリチリになっちまった。元気。気集めて撤退しないとな。の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。私の手でこの地に葬ってくれよ。お仕置きよ。それがしが相手になろう。耐えられる。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。お仕置きよ。これほどの優勢を覆されるとは、我が軍に気の緩みがあったとも思えぬが。危機は去った。今は皆の無事を喜ぶべきか。敵将討ち取った。元気。お前すごいよな。これで五軍は調子に乗って追撃してくるでしょう。まったく、しばし殿も思ったよ。総会殿、今はそこではあるまい。これを防がねば、こたびは義が危うい。我々の任務は、孫悟の侵攻をいかに防ぐかだ。敗戦の割に、味方の混乱は少ない。しばし殿が潔く敗戦の席を追ったのが功を奏したか。資源殿は大丈夫。でも師匠殿と諸葛丹殿は。別にいいんじゃないですか。諸葛丹殿はしばし殿に心酔している。今もその名誉を回復しようと躍起になっているはずです。いずれにせよ、
ここで持ちこたえねばどうしようもない。せいぜい生き残りをかけ、おのおの全力で任に当たるとしよう。やはり五軍は勢いに乗り、この合肥新城に進軍している模様です。防衛体制を再構築しましたが、先の戦いの傷は深く、勝てるかどうか。諸葛丹、弱気になるな。上に立つ者がそんな態度では全軍の士気に関わるぞ。はっ、この諸葛光球、兵卒と共に精一杯戦い抜きます。五軍はすぐそこまで来てますよ。石膏が敵の動きを察知しました。仕掛けてきたようです。兄上、号令をお願いします。我らはこの城を失うわけにはいかぬ。皆頼むぞ。戦力を集中させ、味方を押し、この苦境を覆すのだ。五軍の苦しむ兵を諸葛閣は一個だにせん。もはやあの男にはついていけぬ。まさかサイリン様は義に寝返る気か。このことを急ぎ諸葛閣様に知らせねば。
ければならぬのに。五の兵には気の毒なことをした。しかしこれ以上閣の元にはおられぬ。諸葛閣は兵を顧みず進軍している。このままでは疫病の蔓延を抑えられまい。役目は果たせたみたい。いつもながらお見事な武勇。策の出番もありませんな。決して何者にも抜かせはせぬぞ。壊れた城壁を狙われた一大事だ。急いで修復するぞ。城壁の修理などさせるものか。公兵どもを蹴散らしてくれる。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。せ城壁の修繕が。これじゃこの城はもう。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。壊れた城壁を狙われた一大事だ。急いで修復するぞ。城壁の修理などさせるものか。公兵どもを蹴散らしてくれる。耐えられる。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。城壁ごとぶっ潰してやる。うわ、敵がこんなに。どうすれば。耐えられる。テノワン、聞くぞ。敵将、撃ち取った。お仕置きよ。耐えられる。元気。お前すごいよな。上出来ね。やるな。
敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。
いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。毎度どうも。Thank you.
こそいらっしゃいまし。今後ともごひいきに。実は私、おや、これはこれは。その後調子はいかがですか。いいもの揃ってますよ。
ありがとうございました。いいもの揃ってますよ。ありがとうございます。
の地と見た。者ども、守備を固めよう。しばし殿の策を受けたまっています。五軍に偽りの降伏文書を届けようと、直ちに石庭に出立するつもりです。応援をお願いしてもよろしいでしょうか。耐えられる。抜かった。降伏とはやはり偽りか。肝を冷やした。急ぎ石庭へ向かわねば。わけにはいかん。領挙殿のおっしゃる通り、ここで討ち取っておくべき輩だな。その勢い、誰にも止められますまい。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。投降で勝利し、勢いは今我らにある。この機にしばしを討ち取るのだ。勝ちに乗じる敵の勢いは侮れぬ。我が天命が試されている。Hit!
敵は家庭と侮りすぎたが、だがここで負けるわけにはいかんのだ。お仕置きよ。兵器を出せ。若大より義軍を打ち崩すのだ。まさかこの兵力差で敗れようとは。これが義軍の底力か。皆よく苦難に耐え、この城を守り抜いた。お前たちの奮戦忘れはせぬ。ああ体が熱い。熱っぽいとは思っていたが、これは。合皮心情は守り通した。地図を書き直さず済んだのは喜ばしい。喜ぶのはそこですか。おめでたい人ですね、あなた。諸葛丹様、俺たち勝ったんですね。ああ、これもしばし殿の采配と皆の働きのおかげだ。本当によかった。もうダメかと。泣くな。これからもしばし殿についていけばいい。あのお方は天命をお持ちなのだから。兄上はみんなの英雄ですね。諸葛丹め、大げさなことを言う。でもこれで兄上の実力は天下に知れ渡りました。道は開けたんじゃないですか。それこそ我が天命に聞いた方がよかろう。撃退することで先の敗戦は帳消しとなった。今周囲はしばし殿への称賛で溢れている。いやー、よかった。兄上もこれでやりたいことができるだろう。師匠殿、本当にそう思っているの？まあそう言うなよ元気。兄上の道が開けたのは事実だろ。もう俺がいてもいなくても。師匠、笑えない冗談はそこまでにしろ。しばし殿の勝利はしば一族の台頭を確かなものにした。お前は嫌おうなく表舞台に引きずり出される。覚悟するんだな。めんどくせえ。まずはその口癖から直してもらわないと。師匠殿の振る舞いは注目の的になるのだから。元気まで。二人とも勘弁してくれ。味方将兵の士気は天をもつかんばかりです。ここで職を破り天下の趨勢を決める。将、頼んだぞ。はい、任せてください。しばし殿、この諸葛公宮にもお言葉をいただきたく。うん、合皮心情以上の活躍を期待している。諸葛丹、軍勢の様子を見たい。案内してくれ。
はっ、どうぞこちらへ。諸葛丹、大丈夫か？兄上への心酔も過ぎれば、それはただの犬だ。ま、兄上にとっては忠実な部下だ。俺がとやかく言う必要はないか。この信仰を指揮する脅威を討ち取る。無謀な戦を繰り返す愚かさを教えてやるのだ。上昇の悲願、必ずや今度こそ北伐を成功させるのだ。